イラブチャーした。今回は何になってるんですか？今回はキアダの60キロぐらいついてる。50番だな。50番。最低。最低50番。ただほら30キロだったらほら相模湾に釣れるから。ここまで来てないから50キロいかないと。でも50キロ上がってるか。上がってます。今でかいのばっかなんで。船長どう思いますか？いや釣れますよ。佐々木さんなら僕は寝てます。すごいね。これが切れなかった。これでいっぱい稼いだんだからね。レションペンですかこれ？もうこれに費やしてる。こっちはちょっと YouTube ちょっと流そうかな。やっぱ赤ワインの二日酔いが一番きついっすよね。俺は。でもここで一郎が酒飲まなくなったのは宮古島のせいですよ。飲ませすぎ。お通りやらなくなったんです。あれで俺は二度と飲まないって決めたんで。ちょっと止めていいですか？大丈夫です。有名な話。飲まなくなった。それで飲まなくなって、お酒好きにならなくなって、で、30になってちょっと飲むようになって、で、35でワインを飲んでて、だからそんな自分の中の設計があったの。あれ全部計画通りなんですよね。で、ビールもだから一緒に飯食ったらビール1本ぐらいしか飲まない。あとはそうなんだ。へえ。船長、明日は近場なんですか？マコル。現場は近いんですか？1時間半ぐらい。で、明後日はもっと長く。もっと2時間ぐらい。あ、その30分ぐらいなんだ。その差が。違う。餌を釣って。そこからどんどん上がってくる。ああ、釣りながらこう。そうそう、まあ。はい。一番何が釣りたいかって言えば、やっぱりハンパチカンナギですね。これ釣ったことないですからね。うん。カンナギは前から言ってたんですよ。カンナギはもう前から言ってたんですよ。行きたいなってカンナギ。泳がせの根魚大好きなんです。旗です。マハタです。マハタ。100キロぐらい。いや300キロぐらいありますよね。最低は別にマグロカジキはいらないと。何ですか？マグロカジキはいらないで、カンナギがやっぱりやりたいのは。まあまあ。カンナギやりたいな。一番やりたいのは多分カンナギ。でもずっと前から言ってたんですか？ついでに赤字食べたいから赤字食べたいっつってずっと言ってたんですよ。別にじゃあ C といえばキアだとカジキはそんなあでもやっぱちょっと慣らしが必要だって慣らしが来たぞ。でもこうなんかこういろいろやった方がでもそのキアだのそれは50、60でも相模湾で上がってるってさっきも言ったように相模湾で50上がったのでまあそこら辺も船長は判断したからね。B 行くじゃん。B 行った時にそこで合わせたら結構きついじゃんか。そうですね。10メーターは泳がしちゃっていいです。でしょ。でいつも僕は最初まあ手持ちでやってたらこうごぞぞって言った時に合わすんだけど手持ちじゃなかった時は止まった時にこう行くのよ。ああ。バーッと走るじゃん。止まるときあるじゃないですか。そこで合わせたらこう餌じゃないからなるほど小ませだから飲んじゃってるからそれを出すってどこで合わすかっていうのはちょっと分かんない。このリベージャーっていうのは絶対自分に対してマグロの頭があっち向いてる状況で針がこうなっててこの口に対してでそれで合わせないと口にかかるんです。でそれはもう走ってる状態が頭があっち向いてるってことなんで。走ってない状態はこう横に行ってるか自分側に頭が向いてるからなんでそこで合わせても餌がすっぽ抜けちゃうんですよ。針が口に出してこうなんでかからないんですよ。この時そうだから絶対にもうイメージとして頭があっち向いてて針がこうなっててでその状態でカチッと合わせる。おはようございます。ロケ1日目油見せよ最高のパターン。それ多分内地に売ってないですよね。昨日からハマっております、油味噌。最高だね、油味噌とスパムと卵なんだそれだけで満足ですね。サメあんまりいないって言ったっけ？今日行くとこはサメいないって、その餌釣るとこはサメがすごいって言ってましたけど、じゃあ1日目どうでした沖縄、宮古島。なんだったなクソ悪かったっすね。一応釣果は言っちゃいけないんですかね。そうだ、釣果言っちゃいけないんだけど、言えることはサメが多いそれは言える。でもまあ釣れたことは釣れましたよね。まあそうだね。あとなんかこの大事な部分は本編を見てもらってくれた感じですかね。はい。だけど辛かったでもこれもう一回行きたいと思える釣りでしたね。船長面白かったですね。船長面白かったですし、まだちょっとね、目にしたいなっていう釣り本があったんで、それをちょっとやりたいですね、また。わあ、あれでした。今回お疲れ様でした。お疲れ様です。これもカメラ回ってます。いい、大丈夫。おはようございます。今日は中止になりました。伊良部大橋。観光中です。宮古島伊良部大橋渡ってます。あそこか。上にガーッと上がるの。あのかの有名な。天は見えませんけどね。見えないね。海が綺麗だよね。海綺麗だけど結構悪そうですね。カメラと映んでんだよな。さすが中心になるぐらいの白波だったよね。空港もあるんですね。空港はね、だからパイロットの要請。あ、守君、取って守君。これこれこれだから。宮古島の最高の。守、これが守君です。ちゃんと守ってますよ。なぜあんなに白いのか、意味がわからないんだけどね。守君いたよ、守君立つだよ。さ、先日宮古島遠征行かれてたということで、どうでしたか。いっぱいいるね、魚プラスサメすげえ。サメ2匹ぐらい食われた。途中魚変わったもんな。2回ぐらいな。俺が寝てる間のも入れるやつ。すごかった、面白かった。早い。やばいっすよ。ああ、サメの早い。ムロアジっつっててすごかったもんな。どうぞー。ムロアジ1匹につきサメが1匹ついてくる。飛んじゃってましたもん。室抜くからもうそれ追っかけてきて、ただ魚のは多いな。多いですよね。だから相模湾でキャーでやるじゃん。まあ25ちょっとじゃん。向こうで60だっけ、ハリス。50だっけ。すっげえ楽だよな。切れる気しねえもん。それ倍以上あるやつでやってんだからさ、それは楽だよね。だけど泳がせ、あの釣りは本当好きだ俺は。泳がせパヤでやったから、そこでだからまあキハダか。そこはキハダと、あ、だからカジキとかそういうのがいて、で次の日はカンパチ狙って 200m ぐらい下のとこでやって、それは番組を見てのお楽しみですよね。お楽しみです。そう、まだ発表できないからね。発表しちゃいけないから。あれもしても面白いわ、あれ釣りは。ほんと面白い。ゴーンだろうな。ゴーンまた行きます。絶対行きます。いろいろなね、魚の釣りをやっていきたいんで、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これからもお願いします。以上でございます。よろしく。